日本では、アメリカでなされるように、初めて会った時に握手というのはあまりしません。アメリカから来られた方が握手を求められたら、日本人は握手を返しますけれども、日本人から握手をしましょうということをしようとはしません。その代わりに、日本では名刺、ネームカードを交換します。その場合も、2つのグループの偉い人の順番に、偉い人から偉い人に、2番目に偉い人から、が向こうの偉い人に、3番目に偉い人が偉い、向こうの偉い人にという順番で、偉い人から偉い人に、名刺を交換して、だんだんと、スタッフのレベルに落ちていくというような感じで、名刺の交換をします。名刺の交換が終わるまでは、大体は、2つのグループは立ったままで、会議室の中にいて、名刺の交換が終わり次第、じゃあ座って話をしましょうという感じになります。